11月11日、私のもう子供のように可愛いアルバムウィンターアイリスが発売しました。ありがとうございます。パチ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 、いや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 、このね今ね、すいません、あの録音してる時はまだ発売日前なのでちょっとまだ心配なんですけど、お手元に届いてますよねっていうことで、やっとおかげさまで、皆様に届けることができていることを信じておりますが、いかがでしょうかそしてですね、じゃん、はい、こちらね、もう SNS でバンバン宣伝させていただいておりますが、このアルバムのリリース記念コンサート、12月12日渋谷富ヶ谷にあります白樹ホールっていうね、とっても響きがいいホールがあるんですけれども、白樹ホールさんの方でコンサート開催させていただきますからね、皆さんチケットお持ちですよね、うん、はい、持ってるということを信じておりますのでお待ちしております。今回はまあピアノの佐藤浩一さん、ギターの笹子重春さんは皆様おなじみかと思いますが、初めて相田桃子さん、彼女はですね、あのバイオリニストでありながら、あの女優業もこなすという、そして歌まで歌っちゃうという、もうちょっと待ってっていうぐらいもう多彩な方なんですけれども、相田さん、あのずっと興味があって、あのお互いやりたいねなんて言ってたので今回お願いしました。そして相田さんがご紹介してくださった徳田正源さん、彼は知ってる人多いんじゃないかな、結構実は有名人です。あのなんかテレビの NHK のなんかやってたりもするみたいですし、あとそうですね、さだまさしさんのコンサートとか、なんかね、あの坂本美優さんのコンサートとか、なんかいろいろなところで弾いてらっしゃいます。とても優しいチェロを弾く方です。ぜひですね、もう絶対来てくれないと困るんですけれども、あのアルバムも会場で売っております。グッズも売っております。ぜひ、皆様あの応援しに来てください。そしてあのいろんな曲歌おうと思ってます。あのアルバムの曲は6曲しかないので、コンサートはもっとたくさんあるのでですね、今までのアルバムの曲ももちろんですけれども、ちょっと今回ああこれ歌ったら面白いんじゃないかな、しかもドレスでみたいな曲も用意しておりますのでお楽しみに。では12月12日、白樹ホールでお待ちしてます。よろしくお願いします。